こんにちは、快適アートです。今回はリクエストをいただいてポトスを描いてみました。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、筆ペン、彩色筆、裏面がはがきタイプの画線紙です。それでは筆ペンで線画を描いていきます。まずはポットから垂れ下がったようになっている葉っぱから描いていきます。茎を描いて枝分かれしている部分を描いていきます。細い線で少し払うようにして途切れ途切れに描いています。次に枝分かれした細い茎から葉っぱを描いていきます。茎の線が真ん中の葉脈につながるようにして葉っぱを描きます。少し横から見た感じの葉っぱも描いています。これも横から見た感じの葉っぱです。垂れ下がっている葉っぱの部分が描けたら、茂っている葉っぱの部分を描いていきます。真ん中の葉脈を描きながらアウトラインを描いていきます。たくさん葉っぱが茂っていますので、手前に見えている葉っぱから描いていきます。奥の葉っぱへとどんどん描き進めていきます。このチャンネルの絵手紙やイラストはすべて私のオリジナル作品ですので、動画を参考にして模写やアレンジを自由に楽しんでください。気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。葉っぱの部分が描けたらポットを描いていきます。今回は真横から見た感じで直線的にポットを描いていきます。暗い影になっている部分を少し塗りつぶしておきます。最後に細かい葉脈を描き加えていきます。たくさんありますが、目立つものだけを描いています。細い線で払うようなタッチで描いています。こんな感じで線画は完成です。次に彩色筆で着彩していきます。まずは線香機と若葉を混色して淡い黄緑色を作ります。かなり薄めの色味です。葉っぱの縁側の部分に下塗りしていきます。斑入りの葉っぱを描いていきますので、これが薄い方の色味になります。次に青草を取ります。髪が透ける程度の色味です。一番太い真ん中の葉脈をなぞるように払って描いて、その後に斑入りの葉っぱの柄を描いていきます。茎
規則に少し飛び出していたり、逆に白い部分が多かったりするので、柄をよく見ながら描いていきます。横を向いた葉っぱにも緑を入れていきます。木が見えている部分の色も塗っておきます。茂った葉っぱの奥の色も青草で塗っておきます。次に青磁を取ります。髪が透ける程度の色味です。葉っぱの付け根側の部分に少し影を入れていきます。暗い色が入るとギュッと集まった葉っぱの立体感が出てきます。これも払うようなタッチで塗っています。次に本藍を取ります。かなり薄めの色味です。ポットに落ちた影を描いていきます。葉っぱが落とす影なので葉っぱ型の影になります。水で色を薄めながら濃淡をつけて描いています。こんな感じで完成しました。日常に癒しの緑、ポトスの葉と描きました。今回はリクエストをいただいてこの観葉植物のポトスを描いてみました。斑入りの葉っぱは植物の中でも描きにくいモチーフの一つだと思うんですが、今回は色味で段階的に分けて描いていたことによってかなり描きやすい手順で描けたと思います。実際にはもう少し細かく白い色と緑の色が組み合わさっていると思うんですが、絵の中ではちょっと簡略化して描いています。今回のポイントは3つの緑で段階的に描いていって、葉っぱの斑入りの色味と立体感を出して描いたことです。白いポットを今回は描いたんですが、お好みで色味をつけてアレンジしてみても可愛いかと思います。ここで少しお知らせなんですが、新しい再生リストを作りました。季節のイベント絵手紙ということで、最近だと母の日の絵手紙や子供の日の絵手紙などを追加しています。またこちらには顔彩で描いたものだけでなく、水彩色鉛筆で描いたイラストの動画なども入れています。年賀状や暑中見舞いなど、そういった季節のお便りに関するものもこちらに入れますので、もしそういう絵手紙を描こうかなと思った時はこの再生リストから探すのが便利だと思います。また今回のポトスの絵手紙のように季節感が分かりにくい絵手紙は追加している再生リストがないので、このアップロード済みのところの動画から探してください。ご感想、ご意見、リクエストがありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。快適アートのツイッター、インスタグラムもフォローよろしくお願いします。ハッシュタグ快適絵手紙のタグで皆さんの絵も共有してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。